え、問屋町？問屋町。問屋町？問屋町。問屋町ってどこ？まあ、書いてるよ。問屋町なの？あ、本当じゃん。僕結構おすすめの。ピンナンバーが美味しいです。まあまあ、その服屋さんとか。今日はやっぱこうやってカフェがやっぱ目立つわけでね。夜カフェ？ああ。ね。僕もこの間行きましたよ。あ、行った。アジアンな感じだから。でも今思ったこの上にあるんだね、あれ。ケーズテラスって書いてある。もう始まってるよ。ちょっとね、おしゃれなんです。ちょっとかっこつけてます、うん、今ちょっとどこに行ってるかって言いますと、問屋町に。え、問屋町？問屋町。問屋町？問屋町。問屋町ってどこ？ここです。向こう問屋町って言うよ。これ問屋町って書いてるよ。問屋町？いや、本当じゃん。みんな問屋町問屋町やけど、実は問屋町って言ってて。そうなんですね。なんかみんな問屋町問屋町言うよ、ね、うん、じゃあ実はっていうことで。違うんですね。ちょっとここなんかせっかく一発目からなんかね、広場があったりしますね、うん、誰も。あ、そうだね、展示非常みたいになってるみたいな。え、なんかこんなところに家みたいな。うん。だってなんか彼女とかと一緒に来てくれて、こんなんすね。で、あの家にしようかみたいな。あ、そう。ジャキンここに来たんですかね。はい、どうも。あの今からちょっとやるんですけど、ちょっとじゃあ何やってるかちょっと当ててみてくださいね。あれですよ、よくインスタとか見るんですけど、めっちゃインスタ映えするっていうのも。ここは有名なの。ここでなんかこう、女の子とかがこうやって、カメラ撮ってないから頼んで、なんか、キャーみたいなジャンプしたりとか、なんか、おちょこしゃれに写真撮って、タピオカ持って写真撮ったりとか、あ、つけてた。で、あそこなんてラーメンの片山っていうね、美味しいところ。ああ、僕の知り合いが、うん、オーナーをやってて。そうなんですか。うん、最初ちっちゃいところでやってて、はい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 。そっから本店ね、バイパスの。ああ、そうですそうですそうです。そう。中華そばね、昔ながら。YouTube 撮りに行っていいみたいな感じで言ったけどね、だいぶ前。来ていいよって言ったけど、そっから行かずに。朝早そうやし、なんか。うらやましいねって。うらやましいですね、うん、ちょっと向こう行ってみようか。どうですか、これ有名な。うまいですね、結構ね。僕もこれが行きましたよ。あ、行った、楽しかった。まあ、もう安定です。絵がちょっとアジアンな感じだから。そうですね。でも今思ったこの上にあるんだね、あ、こんなのさ、ケーズテラスって書いてある。ケーズテラス、なんかね、気になるけど。気になります。ゴアのリーグっていう、結構おすすめのあ、ごめんなさい。リーグチキンナンバーが美味しいです。まあ、昼間はその服屋さんとかやったりとか、でも夜はやっぱこうやってカフェがやっぱ目立つわけでね。こんな時間にカフェってなんかすごいですよ、なんかちょっとね、夜カフェ。ああ、ね、まあ、すっごいおしゃれですね、本当に。もうなんか、あ、でもあれだね、ラストオーダー9時半までなんで、もう大体でもそれぐらいなんだろうね。パワードールだって。ここがまたおしゃれなのかね。そうだね、もう閉まってるけどね、暮らしのギャラリーめっちゃおしゃれじゃないですか。ケットガード、すっごいおしゃれじゃないですか、ここ。
いろいろあるね。いい雰囲気ですよ、本当に。オーダーストップ10時、22時で終わり。まあ大体10時とか、10時ぐらいですね。何これ、沖縄？沖縄っぽいですよ。初めて見た。どんな…美味しそうですね。あ、和三盆ですよ、和三盆。スターバックスがある。不思議な形ですよね。うん。何時までやるね。11時とかないな、だってもう終わりじゃん、もうまあなんかあの飛行機すごい気になる、ね、ジムよね。あ、東岡山のところで働いとって、それの系列店で。ああ、そうなの。レシオっていうんですよ。え？締めは？締めはみたいな。もう帰ろうとしてるかも。どうだい？はいはいはい。ほんとね、いいお店ばっかりでした、ほんとに。ほんまにさっきなんか、ダンもない言うて。いやいや、そんなことないですよ。ほんまに？マイマイとかすっごかったさ。ほんとね、あの、9時とか10時やそうだなんで、まあ、来る人は早めに来て、ほんとね。じゃあ帰るわ。あ、ね、ありがとうね。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。